はい、スピードスターチャンネル始まりました。皆さん、前回前々回と YouTube 見ていただけましたでしょうか。一体感ですね。第1弾第2弾の、対戦カードが決定しましたね。もうあと1ヶ月半ぐらいですか。はい、まあこの後もね、どんどんこのちょっと YouTube をね使って、対戦カードを決めていきたいと思いますので、皆さんぜひねお楽しみにしていただいて、2月15日はね新宿ベースにお越しいただきたいと思います。はい、そして今回はですね、いよいよ目前に迫りました12月30日グレート TDC の、見どころということなんでですね、第1試合がこれ全10試合ですか。これ全10試合ありますんでね、はい、ちょっと長くなってしまうかもしれませんが、はい、ちょっと早速ね行ってみたいと思います。この番組は株式会社 KMC の提供でお送りします。早速ね行ってみたいと思います。まず第1試合がですね、グレートオープニングバトル、グレートスーパーフォーウェイバトル。ちょっと最近ね、ごめんなさい、ちょっとちっちゃいというかね、なんか若干見えづらいんですよね。はい、なんででしょうか。はい、どうでもいいです。はい、川上隆一、クワイエットストーム、金の出る丸対伊藤孝則、児玉祐介、本間智明対鈴木小太郎、ハートリー・ジャクソン、佐藤圭一対トンショジュン、JDD、青柳敦樹ということで、これはもういきなり、3対3っていうことでですね、めちゃくちゃこれはリング上が賑やかでございます。まさにこれもうオープニングバトルにはもうね、もったいないぐらいのもう最初から飛ばしてますね、これグレート。はい。これ、バルク、でかいな。ガレノ・デルマル、クワイエットストーム、川上隆一、これ、全員でかいですからね。はい。まあ、ここにね、軽量級の選手もいますし、DGI もいますし、ヤンズファミリーもいますしね、新日本プロレスから、本間選手がね、参戦してくれますし、あと全日本プレスからもね、青柳敦樹選手がね、来てくれますんで、これもまた見どころ、満載の第1試合となっております。はい、そして第2試合がですね、インターナショナル6人タッグマッチ、カズ林、エル・リンダマン、鬼塚一世対コルト・カバナ、ブランドン・カトラー、黒潮東京ジャパンということでですね、これはまさにインターナショナルでございます。はい、もうこれコルト・カバナ選手ってどれぐらいぶりやろう。 ROH に出てた時なんで、自分が2005年とかね、2006年ぐらいはよくね同じ大会に参戦したりしてましたけども、まさかねグレートのリングで、再会するとはね、これも何かの縁でしょうか。はい、あとは、まあ、ブランドン・カトラー選手、そして黒潮東京ジャパンということで、アメリカから帰ってきた黒潮選手がですね、この間、まあ、12.10 の新宿大会のね、会場に来てくれまして、長い長い入場を披露していただきましたけども、まあ、ここをねグレート勢が、ユニットの枠を超えてですね、カズ林、エル・リンダマン、鬼塚一世が迎え撃つということで、これも第2試合、これ豪華ですね、本当に。では第3試合、タッグマッチ、これ完全決着となっておりますけども、日子、細川ゆかり対うなぎさやか、葵ということで、もうここは裏切ったり、裏切られたりね、もういろいろありましたけども、まあ本当グレート軍対こう外敵軍っていう感じのね、最後完全決着に、なりそうですね。はい。まあここはですね、本当に、
発揮はグレートだと思います。はい、では第4試合いきましょう。ここは命がけの戦い、カズマ坂本、チェック島谷対 SBK タクマということで、またあの2人がメキシコからね、やってくるわけですけども、まあ、正直あのキャリアと年齢考えたらですね、タッグとしての完成度はものすごく高いと思いますので、またそこからね、この2人がどう進化したかっていうのも楽しみですし、まあ、迎え撃つのもね、カズマ坂本選手とチェック島谷選手ということで、まあ、チェック選手がね、ここ数ヶ月ちょっと伸び悩んでるというか、結果がねあまりついてきてないところもあるんですけども、これはバルク正念場だと思いますよ。はい、では第5試合、リレット UWF シングルバウト、いぶしプロレス研究所、愛鷹力プロレスラーデビュー戦ということで、愛鷹力対五地哲也ということで、いぶしプロレス研究所所属の選手がグレートでプロレスラーとしてデビューするっていう、しかもあのルールがね、リレット UWF ということなんで、これはもう正直ちょっと見てみないと何とも言えませんね。はい、まあ、初めて実際ね、この愛鷹選手の試合っていうのは見ますし、まあ、もちろんね、デビュー戦なんで、まあそうなんですけども、そこにまあね、グレートの五地哲也選手がね、迎え撃つということで、これはどんな試合になるのか、これはまあね、もう見てのお楽しみということですね。はい、そして第6試合もディレット UWF ダブルバウト、福田麻也、志田ひかる対稲葉友香、稲葉あずさ組ということで、AEW から志田選手がね、参戦していただけるということで、志田選手は昔香港で一度同じ大会にね、出たことがありましたね。はい、まあ、それ以来なので、ね、この今世界の AEW でね、活躍してますから。でも今回はね、このリレット UWF のルールなんで、志田選手がまあ UWF のルールでね、試合するっていうのも興味深いところだと思いますんで、この姉妹タッグにね、どんな試練が待っているのか、うん、ここも一つ楽しみだと思います。はい、そして第7試合がリレット UWF 世界王座選手権試合ということで、王者藤田ジュニア隼人対田中実ということでございます。はい、まあいろいろね、UWF のトーナメントもありまして、でまあ最終ね、勝ち上がったのが田中実選手なんですけども、はい、これはめちゃくちゃ個人的に楽しみにしてます、この試合。はい、本当にもう少しね、個人的にはこう上で見たかったなっていうね、カードなんですけど、ご飯チャンピオンのね、藤田ジュニア隼人選手がですね、この田中実選手とこれどんな試合をするのかっていうのがものすごくね、はい、ここは楽しみなんで、この試合を、まあ、当日解説もするんですけど、解説するのも、もうものすごく楽しみなカードの一つなんですね。ぜひ皆さんもね、ぜひこの試合は会場で見ていただきたいですね。はい。そして、第8試合が G プロレスリングシングルマッチ特別試合、山村武弘復帰戦&グレートデビュー戦ということで、山村武弘対石田海人となっております。はい。いやー、長かったですね。山村選手、ここまでね、たどり着くまで、ね、再手術があったりとか、まあ、本当によく、もう4年以上ですか。はい。もう本当だったら、もう心もね、折れてしまうと思うんですけども、やっぱりここはもう山村選手のね、どうしてもこうプロレスラーを続けたいっていうね、やっぱりその熱い思いがね、本当にこう首を回復に導いたんだと思いますので、でまあ対戦相手もね、石田選手ということで、まあ同期であり
まあ、同級生っていうねこともありますので、でまあ、これは余談ですけど、2月15日は山村石田組のタグもね実現しますんで、まあ、その大会を前に山村選手がどういう試合をね繰り広げてくるかっていうのはですね、これはもうねぜひ皆さん会場来てください。はい、山村選手応援しましょうね。はい、ということで、セミファイナルが G プロレスリングタッグマッチ G インフィニティ選手権試合、王者組斉藤潤、斉藤麗対渡辺壮馬、進む優也組ということで、なんと王者組9度目の防衛戦でございます。はい、もうすでに8回防衛してます。誰が取れるんでしょうかということで、今回はもう渡辺壮馬選手と進む優也選手がですね、グレートにこの年末最後にですねベルトを取り返してくれると思いますんで、まあ、先日のね、大阪大会でも、渡辺選手ね、伊藤選手から勝ってましたんで、はい、この勢いでね、斉藤ブラザーズ、なんとかね、まあ、もちろん体格差はありますけども、持ち前のこの跳躍力とですね、まあ、スタミナもありますし、ね、バネもありますし、で、そこをまた進む選手がですね、こう、キャリアありますから、はい、どういう風に相馬選手をこうサポートしながらこの斉藤潤、斉藤麗を倒してくれるのかと、はい、まあ、ここはねもう取り返しましょう、とりあえず、うん、取り返そう。はい、そしてメインイベントが G プロレスリングシングルマッチ G レックス選手権試合、王者 T ホーク対田村隼人ということでですね、はい、これは 8.4 両国大会の再戦となるわけですけども、本当に田村隼人選手は超絶好調でございます。はい、もうあの肉体の張りもねもう本当に素晴らしいぐらいもう仕上げてますしね。はい、まあ、片や T ホーク選手もね、相変わらずもうグッドコンディションもねキープしてますから、はい、コーヒーの売れ行きもね順調そうなので、はい、まあ、全然関係ないですけど、まあ、この2人はもう本当に言葉はいらないなと、うん、もうここはもう戦いをぜひ見てほしい。はい、まあ、2人もねもうずっとマイク合戦だったりね、先日の大阪で もうみんなが締めの空気に入ってるのにまだなんかこうねバチバチこうやり合ってるような感じもありましたんで、もうここまで来たらね、あとはもう試合でどっちが勝つかどっちが強いのかと、うん、ここはもう決めるだけですから、はい、ここはもう見守りたいと思います。はい、ということでこれ全10試合ね紹介してきたんですけど、12月30日 TDC はねもう待ったなしでございます。はい、まあその先にはね、まあこれ繰り返しになりますけども、2月15日はね新宿フェイスでスピードスタープロデュース興行もありますんでね、はい、こちらの方のチケットはですね、E プラスで独占販売してますし、あと TDC の方でもですねちょっと会場時間、一応自分もチケット販売の方に、行こうと思ってますんで、ぜひまだね、お買い求めではないという方はですねこの機会に、会場の方に来ていただいて、そちらの方も、お買い上げいただけると、はい、非常に嬉しいでございます。はい、ということで、もう12月29日ぐらい配信になると思うんですけども、ということはこれ年内最後の配信ですね。はい、今年4月にですね、YouTube 立ち上げて本当に皆さんにね、見ていただいて少しでもこう皆さんのね楽しい時間になってればいいなと、もちろんこっちもね楽しんでやるのが前提なんですけども、お互いがこうね楽しんで、うん、できる時間をこの YouTube を通してね作っていけたらと思いますんで、また2024年もですねいろいろやっていきたいと思いますんで、一緒に楽しんでいきましょう。ということで、良いお年を。ありがとうございました。
今回のですねゲスト解説が剣道家臣選手と、青木真也選手ということで、どうなるんでしょうかこれ放送席。正直ねビビってます。家臣さんはねお会いしたこともないんでですね完全初めましてなんですけども、これはもう村田さんですね、実況の村田さん頼むということで、はい、僕は行きたいと思いますんでこのお二人がゲスト解説これ来てくれるっていうのはこれ豪華なんでですね、どんな風な解説になるかっていうのも、ちょっと期待しながらですね YouTube の方も見ていただけたらと思います。